それでは開けていきましょう。1パック目。あとはレジェンドレアが前回1枚出ました。ビルス様。悟空出ないかな。ワンボックスで揃うのかな。ピッカロ。ウィス。あ、初だ。で、あ、ブルマ。前回出たかな。2枚。で、3枚目が、お、初。東の海洋。東の海洋がまさかのラインナップ。で、お、南の海洋。結構これ続くね。なんか同じ種類が出てきて面白い。さあ、2パック目。おお、海洋、やっぱり続くね。東の海洋、そして海洋神である。悲しい顔してるね。海洋神からのまた海洋が来るパターンか。あ、やっぱり海洋神。しかもあれだ、偉くなった老海洋神。おお、もう海洋神シリーズ止まるか。あ、孫悟天のレア、まだわかんないよ。海洋神シリーズ、おお、まあ一応海洋神シリーズだね。バブルス君、バブルス君からの、おお、まだ続く、面白い。海洋の頂点、大海洋。面白いな、これ。出方がね、おしゃれ。あ、ウィース。まあ、続いてるね。あ、続いてる。海洋神からの、おお、キビット神のスーパーレアだ。やばくないですか。さあ、ここで終わるのか。神様シリーズ。あ、まだ続く。南の海洋。おお、バブルス。お、すごくないですか。今のところ神様シリーズがめっちゃ連続して出てる。ふい、おお、続いた。西の海洋コンプした。東西南北コンプした。やばい。ほい、ああ、ここで終わりましたね。ストーストー。ほい、お、ビルス様来た。レア、レアですね。気まぐれなる神、破壊神神ビルス様。よし。で、トランクス、これも初かな。で、ブルマ。おお、やっと神様シリーズ終わったね。あとは悟空のレジェンド。お願いします。あ、また出てきた神様。ミスターポポ、ポポだよ、ポポ。お、ベジータ。瞬撃の王子、ベジータ。初めて聞いた、瞬撃。で、これがバトル、レアカード。レアだね。で、ブルマの母、クリリン。はいはい。あ、出てくんねえかな、出てくんねえかな。悟空のレジェンド。デレッセッセデン。ベジータ王、ベジータ王からの父、ブリーフ博士。お、うん、奇襲の天才児。ほい。で、天津飯、ピラフさん、ピラフさん。マジか、悟空のレジェンド欲しいな。実に欲しい。老海洋神、西の海洋、お、ウィスのスーパーレア。威圧する側近、ウィス。おお、かっこいい。スーパーレア以上はなんか、カードのデザインがかっこいい。やった。よし。結構出るね。で、また出た。海洋、大海洋。で、トランクス。うわ、残り3パック。レジェンドの悟空出てくれないのかな。やっぱワンボックスに、レジェンドは、1枚なのかな。ヤムちゃん。お、クリリンの母って出てない。人造人間18個。お、覚醒。貫く一撃ピッコロかぶったね。前半10パックで出たね。マイ。お、初めて出た。ベジータ。これファイナルフラッシュやってるやつかな。ファイナルフラッシュ。ビッグマンアタックじゃないよね。うわー、残り2パック。残り2パックでレジェンドが1枚。でも結構スーパーレアも出た。ウーロン。ブー、ビルス様のレア、かぶり。からのビルス様のノーマル。レキビート神。ラストパック。スーパーレアか。レジェンドお願いします。ラディッツ。ピッコロさん。あ、ベジータのレア。終わった。マジか。やっぱりレジェンドは1枚しか出なかったのか。海洋だらけ。レアは16種中9種類出ましたね。ピッコロ。覚醒するピッコロ。ベジータ、ブルマン。ベジータの弟、マイ、ビルス様、孫悟天、ゴテンクス、孫悟天です。で、カード出す版含めると、スーパーレアは全10種類ですけど、4種類出ましたね。キビトシン、ウィス、バーダック、スーパーサイジン3の孫悟空。で、レジェンドが2種類中、1種類出ました。
というわけで、ドラゴンボール IC カード出すワンボックス開封動画でした。いや、これたくさんあるので、スキャンして、ガチャ動画はね、ゲーム実況の方でアップしたいと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。さようなら。